演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。いや、他人が他人の両者で楽しみのレモンパンを食べたいと思います。まあパンというには甘味デザートみたいなものがあります。でもというかそういうのばっかり。まあレモンはどっちかというとそういう手ですね。パッとかの人は食に使うこともあります。ではまずはレモネード蒸しケーキから食べたいと思います。それはまさに目の前にレモンが出てきていますね。で、爽やかな香りがしてきましたね。この香りが損なわないうちにいただきます。はい、次はレモンパン。こんな感じですね。これも以前に食べたところが美味しいですね。ではいただきます。はい、最後はこちら3種の食感の上レモンチーズキャベツ。3種ぐらいどんな食感なのかね。もうなんか表面にグレーズみたいなのがかかってますね。ではいただきます。紙じゃないですかね。レモネード蒸しケーキの表面にレモンのスライスが乗っていて、この中で唯一果肉を味わえたのですが、それ以外のレモン風味はちょっと弱かったですね。蒸しケーキ自体はあっさりとしているんですが、ちょっとレモンゼロと書いてあるのに酸味が入ってなかったのがちょっと残念でしたね。レモンがなくなってしまうとレモンの要素がもう全部消えてしまって、ちょっと名前分けしてるかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。続きましてこちらのレモンパイは、これが一番レモンクリームからレモンの爽やかな酸味を感じることができましたね。それがたっぷり入っていて、最初から最後のレモンの酸味を味わったらとても美味しいです。クリームとの相性の良かったですね。というわけでこちらの点数をさせていただきます。そして最後のこのレモンチーズタルト、これもちょっとレモンが弱かったですね。タルト生地はサクサクで自分好みだったのですが、上にグレーズがかかっているのも甘さが入ってしまって、逆にレモンを感じにくくなっているような、そんな部分がありました。レモンチーズキーももうちょっと主張してほしかったなと思っている残念な部分がありましたので、これもこちらの点数とさせていただきます。難しい。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。